こんにちは、こんばんは。いやー、あ、やばい、消えてる。どうもこんばんは、ご無沙汰しております。もうやっと3引きます。ありがとうございました。配信終わります。お疲れ様でした。パンツじゃないです、ちゃんと履いてます。やっと3引きます。ありがとうございました。配信を終わりたいと思います。音大きいな。音大きいっすか、これ。これぐらいにしよう。ちょっとわかんないわ。音の感じあったら言ってください。あれだ。ツイートしてくるわ、久々に。やべえ、バージョンアップあんのかよ。聞いてないぞ。バージョンアップしてきます。バージョンアップあったのか、油断してたわ。いやー、辛かった、マジで。人じゃなかった。でもこんばんは。バージョンアップあんのか、ちょっと待ってくださいそうだ、ここに置いてたんだ、バンドさん。ちょっといいや、バンドさんここに置いとこう。バージョンアップがありました、ごめんなさい。なんかいろいろいい感じらしいですね。なんか確定じゃないな、クラブガチャ券とかあったらしいんですけど、クラブガチャ券じゃない、なんだっけ、無料11連とかあったらしいんですけど、今アップデートします。いやマジ辛かった、本当にやばいよ。もうこれはね、マジで辛かった。もう絶対二度と走んないです、私。なんかね、人の生活じゃないなと思う。自業自得なんですけど。これダメ、走っちゃダメだわ、これ。どうもお疲れ様でした。富田さんでもさ、まあ、私も富田さんには世話になったんですけど。いやー、辛かった、本当に。もうそれしかないです。もう辛かったという一言でつきます。お疲れ様でした。ガンバで引きます。いや、地獄楽しくないでしょ。もうさ、ほとんどの私、ツイッターとかもさ、ほとんど私やってなくて、やってないっていうか、まあ、苦情、あー、これそうだ。一回切んないとこれね、できないんだよな、ジェイクだって。ごめん。音大丈夫かな？一週間で、まあでも私は寝た方ですね。結構。私はね。平日は寝てましたよ、先週の。1時に寝て5時、6時とかに起きてたから、5時間睡眠です。全然、なんていうんですか。まあ、余裕っちゃ余裕だったんです。ガンマ負けちゃいましたね。イに狙うならエンド。いや、全然神戸の方がいいと思いますよ。だって、ガンバで、倉田がね、悪いってわけじゃないんですけど、よし、行ってきましょう。倉田が悪いわけじゃないんですけど、やっぱやっと引きたいなっていう。で、イニエスタの確率なんて、やばいから、あ、そうそう、これね。これは宇佐美来た時に引きます。いやーまああれ、オフサイドだったのかな。まあ、私、あんま、ルールわかんない、わかってないから、わかんねえわ。まあでも、オルンが上手かったっす。てか、瀬川のパスが上手かったわ。あ、これね、新しいイベント。これでも確定じゃないんでしょ？ 85 回チャケント。鹿島の松村さんは一発退場しちゃったもんね。イニエスタ失敗しました。まあ、ほとんどホタルで、98% ホタルでしょ。ファネスお疲れ様でした。いや、本当にありがとうございます。お疲れ様でした。本当に辛かったです。開幕記念キャンペーンがこれ11連か。で、そう、ログインボーナスでグレード85以上。累計で85もらえんの？あ、そうなんだ。あ、じゃあ全然いいじゃん。うわ、またかよ。また1枚。これ何回あるのこれ。うわ、2回だわ。来たね。あ、即戦力が来たんだ。結構いろいろ来ちゃったね。うわ、クラちゃんのお知らせ。
虹箱特攻ガチャ券待っている今更かよみたいな。イニエスタ出なかった。これちょっとさ、いや私まだいいや、まだ王ちゃんを言うのはやめよう。自分がやっと引いてから安心してから王ちゃん煽るわ。どうもこんばんは。あ、やばい、加藤純一さんがプラチナ始めちゃったわ、うん、そう、小野瀬引けたんですよね。そうなんです。見てこの宝箱、もうね、このね、引くのやめたもん、このグローリーガチャとかもう。もうめんどくせえと思って。で、このガチャ券も私絶対引いてたんですよ。もう30枚っすよ。やばくないっすか？これ朝からっすよ、私。朝から、やってまして。朝から貯め始めて30枚貯まりましたからね。うんこちゃんに J クラスするね。やってくんねえかな、うんこちゃん。うんこちゃん J クラやってくれたらマジやばいっしょ。最高じゃん。で、どうしよっか。何からいこうか。あ、じゃあ、その、パネストで当たった85以上たち。そう、ここ、これ昨日だったんですけど、この85、2連チャン。これな、コンちゃんかと思ったんだよな、これもう、どっちかコンちゃんでいいじゃん。この85、2連チャン。5って数字が来て、うわーと思ったんだけど。昨日から終わるまでで135枚。私より上だったわ。レオナルドも当たりましたね。いらないですね。で、奥山さん当てちゃった、ブンブンさん申し訳ない。ドミンゲスは9を食わせたんですけど、まあちょっと微妙ですね。で、ダンクレーはちょっとキラ持ってたんで、ちょっと貯めてます。そう、ドーグラス、これ赤玉から来ましたね。初めてかな、わかんないけど。初めてだ、多分。赤玉からズドンは初めてですね、ドーグラス。一応、12月ポット M で異次元の可能性をちょっと考慮して取っといてます。で、そう、ここも88連チャン。うわぁ、これだって88ってさ、本沢さん、まあ、本沢さん私欲しいんですよ。本沢さんいて、で、前くんもいるじゃん。で、やっとさんいるからさ、うわぁと思ったんだよな、この88、2連チャン、ここで来ましたね。で、西谷さんも、そう、林さん引いちゃったわ。うん。林さん。私は、キラリ口持ってるんで、使わない。そうで、そう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 、小野瀬はこれスパイク使おうかなと今日思ってます。で、そう、ヨニッチと私フェルマーレ引いてるんですよ。やばくないですか、ガチャチケで。だからこのパネストのイベントでディフェンスラインがほぼ揃ったみたいな。フェルマーレ引いて、ヨニッチ引いて、林さん引くみたいな、うん、奥山引きすぎ。だからこれ出た時に、あ、これ限定出たらワンチャンあるなと思って取ってきましたね。いや、ホタル使えるでしょ、全然。対応。ネクサ持ってましたよね、ホタル。いや、次回は絶対走んないよ、これ。無理、無理、無理。無理、本当に無理。ぶっさ。ぶっさ、込み抜けるわ。大栗さんなんか、2枚引いてっかんな、この期間中に。どっちかマイクになるよな。で、いやー、松井さんでかかったっすね、65。あ、ポケマス。ホタルも確率低かった。どういうこと？ホタルもイニエスタも引けてないってどういうことっすか？一味くんもこれ、あー、ガチャチケか。あー、どうもお疲れ様でした。ありがとうございます。本当に、皆さんの支えなしでは。で、放送しながらね、走れねえよ、私は。なりますさんすげえなと思って、そんな体力ないもん私。放送しながら走る体力はなかった。もうずっとベッドの上で YouTube 見ながら走ってましたね。無理無理無理、走れねえわ。で、悲しみの富田さん、悲しみの田口さん、クエンカ私使いたいんですよ、これ。いやマジ、おっちゃんマジ、レギュラーホタルが境り、あー、そっか、神戸はそっか。てか、9月のポッド M の時ってあれパネストでした。鈴木すずさん知らない人いないだろ、 J クラユーザーで。限定出てほしかったんだよな。すずさんノーコンプでさ100位とかじゃないの、すげえよノーコンプで。ここ、あ、でもこれ、このあれか、
5連じゃない、一周した時か。まあ、こんな感じっすね。売却していきますか。あ、てか、音出そう。スタンプじゃないわ。知ってたらないや。あ、そう、桜井さん弾いてましたよね、限定。あ、大丈夫じゃん。どうも、こんばんは。よし。いや、動画撮るか迷うけどさ、動画撮ったところでわし絶対編集しないから。レオナルドはちょっと撮っときますか、一応。奥山さん売っちゃって大丈夫ですか。いや、ドーグラスはちょっと撮っとこう。西谷さんとはもうちょっと申し訳ない。ソーザはもういいよね。うん。ソーザはもう大丈夫です。いや、ワンチャン小倉さん来ねえかなっていう。限定ね。おないゆもなぁ。90って、ちょっと期待するんですよね、ホタル。うん。いや、イブクさんも限定が来れば、暑かったんだけどなーって感じですね。これにちょっと売っちゃいます。すいません。おー、一気に20枚。あー、全然たまんねんな。資金不足もやばいんだよな。あ、どこでも、自分の好きなとこでいいんじゃないの？どうなんすか、今回は。青木さん、いっか。藤田さん、キラ持ってたんだけど、売っちゃったわ。こんな感じかな。オッケー。どこでもいいんだ。366。あ、結構、空いたね。いや、マジ、倉田引きたくねえ。いや、ちょっと、倉田お姉さんに怒られちゃうけど。倉田、ちょっと、マジやばい。倉田引きたくねえ。倉田お姉さんに怒られちゃうわ。グローリーガチャ券ちょっと消費してっていいですか。GP 高いところの方が、あ、そうなんだ。うわ、白とか蹴んなよな。いや、マジ、倉田はやばい。倉田引いたらやばいって、マジで。いや、悪くないんですけど。川崎でやっても、琉球でやっても体感変わらない。あさっきのグロリちょっと面白いっすよ。そう、ルヴァンカップ始まって、姉さんから、私、結果見て、てか、多分昨日寝落ちしてたんですよ。昨日だよね、ルヴァンカップ。レイソル戦、ガンバ。で、私はパネストやりながら落ちてたんで、ふと LINE 見たら、あざしたって LINE が来て、姉から。あ、負けたんだなって思いましたね。姉から、あざしたって LINE 来たんだ。白しか蹴んねえ。なんだこれ。銃。キラグロ来ねえかなぁ。何も面白くないでしょ、こんなキラグロなんて。マテウスの旅で、あー、マリノス。まあ、どこでもいいのかな。おっ、岡崎さん。あー、バンさんこんばんは。今回マジヤバかったよ。本当にヤバかった。いつもより私はやっとさん引きたいだけなのにみたいな。本当ヤバかったですね。期待を込めて。さあ、行ったぞ。いや、倉田はやめてほしい。やめてほしいって言うと、なんか本当怒られるんですけど、やっとでお願いします。お気に入りクラブ価値は結構熱い。緊張したいを込めて。いや、でもオルンガやっぱうめえわ、あの人。お、弟だ。オルンガはうまい。まあでも、キムスンギも良かったよね。ビッグセーブ連発だったもんな。全然金蹴んねえじゃん。どうなってんの。
姉の、いやでも私姉に似てないんですよ。親父に似ればイケメンだったんですけど、あ、惜しいな。母親に似るとだ、あの私のそのなんていうの、家族のお話で悪いんですけど、私姉が2人いるんですけど、姉2人は父親になんですよ。で私だけあの母親にで、うん、全然似てねえなってよく言われます。うわ全然けんねえ。まあそうなんですよ、シューシュー出てもスキル的にはレギュラーよりはいいんだけど、やっとさんくれって感じっすよね。期待を込めて、これ引き終わった。でも私倉田さん引いたらちょっとあれです、もうすぐやめます。いやまあ美人、いやまあ弟からしてさ何も言えなくないですか、姉が美人だとか。運命のシュートが今、私はクソブスで、お、33なの震えるって。あれどうなの、オフサイドなのあれって。あのルールわかんない。だってやっとさんがあれいてもいなくてもさ入ってるわけじゃん、関係ないじゃんって思うんだよね。でもまあ関与してるっちゃ関与してるのかなって感じだもん。後輩だけ、いや指だけ持ってきてくれ、太郎ちゃんだ。後輩の人差し指だけ切り落として持ってきてください、桜井さん。いやアデミューソンは私あの今回あのガチャしか引かないんで、あのお気に入りプレイメーカーガチャしか引かないんで、いい色してるな。広島勝ちましたっけ、ルヴァンカップ。どうもお疲れ様です、ノーマルヤットでした。あ、そっかそっか、イッチーさん10位内走んない、いやガンバ勢は今回走るべきでしょ。今回走んのガンバ勢と神戸勢かなと思ったんですけど、無料11連はあのウサミン時に引きます。やっぱり広島勝った、鹿島負けちゃってましたよね、うん、鹿島が名古屋に負けて、川崎今がバカ勝ちして、浦和もバカ勝ちして、クール便で速達で怖え。人の指送られてくるってめちゃくちゃおっかないっすよ。緊張したいを込めて、あ、ペレイラ、ペレイラが決めたんだ。え、なにこんなグローリーガチャ券って期待度ないんだ。虹も、虹じゃない。あ、もう結構、いや、まだまだあるわ。ごめんなさい。ちょっとカットしたいわ。期待を込めて、期間見ずに無料11。いや、バンさん、それはせっかちだよ。いや、あの、ガンバ勢と甲府勢は、ここはステイでしょう。この11連は。え、マジこれカットします。どっちかも赤。いや、でも、レオナルドやっぱ上手いっすね。うん。レオナルド上手いし、ケンユ、良かったっすね。ペレイラ広島に行って正解だった。うん。広島でも全然、フォワード陣ちょっとあれだったんですけど、期待できますよね。あの、デジッチの青山さん笑ったわ。あの、海にぶん投げられるやつ。あかんてって、あの、未知。完全に芸人だったよね。うん。あかんてって。青山さん面白かった。声変わりました、風邪ひいたかな。難しいなこれ。ブエウェルソンかな。え、こんなやばいですか。松本じゃないですか、ペレイラは。あとごめんなさい、え、まだまだあるわ、ごめんなさい。え、ブンブンさんもちょっと消費した方がいいですよこれ。そう、金こんな引かない。あ、来た、切られ。やっと、小野瀬、クエンカ。おうおう、松井さん、ちょっと食わせよう。エンジェルパスじゃなくて、どうすか、フライスルーパスは。使ってみました、皆さん。
いやー切らんねえかな85以上。運命のシュートが今。すいませんねちょっと。どうだ適当なことしてて。トモニータさん来ないな今回のヒーローっていうかマンオブザマッチ。トモニータさんが来ないわ。期待を込めて。トモニータさんがお。どうだ。ここでキラー演出来たら扱って。あそっかそっか、ジャガー弟もいますもんね。徳重さん結構売ってんだよな。やっぱり85以上のグローリーは来ないですね。おあと2枚だ。あプレゼントマッチはちょっとやりますか。あれは毎日だもんね。豪徳はね限定が欲しかったっすね。だから9月のポット M ってさ、だから9月のお気に入りクラブポット M ガチャが引ければ絶対酒井豪徳だったんですよね。まあ絶対じゃないですけど、多分 2% の確率でビジャがあったんですけど、そこ引いとけばよかったなと思って。え250番もあんのワンチャン。マジ全然見てないわ。やばい、めっちゃ売られていく。あ、こっちなんだ、無料ガチャ。250番もあんの？マジ？え？なに、え？ 26,000 って何？え、そんなあったっけ私。え、26,000 の、あ鹿島だったわ。うん。そう、鹿島純正ちょっと作ろうかなと。びっくりした、私。26,000のデッキなんてあったっけなと思ったら、あったわ。うわ、マジだ。250あんじゃん。70以上、剣有しかなかった。まあ、無料ですからね。うわ、ディフェンスピースとかいらねえ。場も、え、これ250、250とかあんの？夢の。一気に500番もでしょ。どうもこんにちは。まだ引いてない。ちょっとお気に入りグローリーいいですか。これ夢あるよね。お気に入りグローリーはガンバでいいよね。これで嫌ってくれればいいですね。100番も落ちた。マジ？え、すごくね。お誰でもいいぞこれ。切られ。あこれちょっと期待。え40以上誰出んの。小野瀬康介揺らせ俺たちのハート。おーおーおお。ちょっと感高すぎた。音痴でシュマン。めっちゃ嬉しいんだけど。嫌ってくれればよかったんだけど。めっちゃ嬉しいんだけど小野瀬。ちょっと高すぎました私には。ソプラノはちょっと無理でした私には。もう一回金蹴って金。うわー惜しい。あーラルフね。え小野瀬熱くないですか。いや切られ。これ金で切らんねえからマジで。いや小野瀬熱いっすね。金。うーん。あーコンチャとかだってもうさ終わりでしょコンチャ。もうだってレギュラーカード出なかったねコンチャの。昨日決めてないでしょ。この手は。わあ福ちゃんはね取っとこうかな。11月12月のポット M。 あラルフね。ラルフは決めたんだ。ラルフってあれどこ行ったんだっけ。ラルフって松本じゃないか。えラルフどこ行ったの。松本でしたっけ。カズマ嫌ってくんねえかなマジで。切られ。あと4枚。あ4枚しかないわ。松本かラルフ。松本でも結構人います。うわー小野瀬だけか。どうもこんばんは。松本はセレッソとやったんでしたっけ。うわー隣なんだよな。あ谷くん。え切らんないのかな。藤原のキラーとかめっちゃ欲しかったんだけどな。ファンウィジョが蹴ってたわ。今日セレッソサボの友達に煽られました。まあ
友達とかにね、まあ、煽られる分には全然みたいな。ちょっと待ってください。やっとに変えよう。あ、これこれこれ。私がちょっとやろうとしてるフォーメーション。あ、これで OK。これでやっとがけるわ。あ、どうもこんばんは。あ、シューマルさん。シューマルさんが来てたら私は死んでました。お疲れ様でした。シューマルさんやっと引いたんですよね。やっと引かなかったらシューマルさん来ました。あ、J3 どうすんすかね。期待を込めて。ああ、どうだ。あ、福ちゃんか。福ちゃんどうしようかな。ほっとこうかな。パネスト走りすぎて減ったかな。またお疲れ様です。いや、減るでしょ。脱毛するよこんな。ちょっと数な、どうしよう。これだけ言っとこう。え、その友達とかの煽りは全然いいんじゃない。わかそのさ、あんまわかんねえんだよな。うん。小野瀬ちょっと、あれしよう。小野瀬 EP つかねえかな、EP。あれ小野瀬どこ？いたい。だから J3 実装したら結局さ、85以上、G クラブの85以上引く確率が減るから、分母が増えちゃうわけなんですよね。だからなんとも言えないです。まあまあまあ、そんなもんね。プレイメーカーまだ引いてないです。今から引きます。小野さん当たりました。いや、私は申し訳ない、あのノーコメントです。あの、あ、なんて言うんだろう、あんまりいざこざ起こしたくない系なんで。今回のイベ地味に資金集め、あ、マジで資金不足だから走んねえと。松井さんちょっと詳しいね。今回土曜日夜から月曜が時間的に無理だったので撤退しました。シューマルさん来てたらやばかった、マジで。お、 EP じゃん。これ EP の方がいい説あるよな。松井さん、ワンちゃん、私はノーコメント。まあ、ここら辺取っとくか。よし、よしよしよし。さあ、こっからがメインということで。いきますか。まず受け取ってきます。これいいなぁ。開幕記念。プレゼントマッチいくか。いいや。先に。これですね。これを押してもらえます。7位。もう 7位はやっと確定だろう。行かなくてよかったと思ってます。まあ、やっとさん引けてたら全然いいでしょう。シューマルさん。え、やっとさん引いてなかったらどうしてたんですか。そこじゃないです。そこが私怖くて。あ、これ特攻、私ちなみに 430% でした。うぃ、きた。今240ですけど、430% でした、ね。多分10位以内では一番しょうもない、特攻でしたね。多分みんな500とかは言ってたのかな。いや、マジでやばかった。なんでそんなに資金、あのね、久々に走ったからっていうのもありますね。私が資金あったのは。いや、マジでスンギュとかオルンガとかで、うめえ。スンギュもオルンガもめちゃくちゃうまかったっすね。コンプ288、うん、あれうめえわ。待って、クリスもいいんでしょ。え、バモは私3回補充しましたよ。つまり3万補充してます。3万補充して、でガチャで一周してるから、あれが、まあ、だからつまり札幌行けたんだよな、その金で。イニエスタ、中川、西川同時に、え、イニエスタがそれ限定だったら私、あの、ブチ切れますよ。ブンブンさん、頑張りさん抜きましたね。あー、来たー、この
プレイメーカー、お気に、これさ、サムネに使いたかったんですよね、このお気に入りプレイメーカー。ちょっとでかくしとこう。でかくして、これサムネに使いたかったから。でかくして、一回放送機、放送機じゃない、録画切って、で、もう一回録画をして、で、もう一回切って。これをサムネに使いたかったんだけど、いいやと。いやーマジで頼む。ガンバでだからまだいいんですよ、倉田は。お気に入りクラブは私もずっとガンバのままなんで大丈夫です。いやマジ、おーちゃん一緒に引きはさ、絶対いけたでしょう、神戸で。あーマジかー。これは、ちなみに、うさみんの時に弾きます。だから、来週ですね。来週の27に弾きます。これは。ツイッター見たら85以上4枚弾きしてる人がいて。なかなかっすよね。4枚って。で、これも、うさみんの時に。昼寝して弾き、ってさ、もう言ってたじゃないですか、もう。間違えないようにっていうのは。無料11連は C さんのおかげで踏みとの。あ、C さんがまだ弾かないってことで、あれ言ってなかったら多分私も弾いてた気がするわ。あー、染谷さんね。まあ、もういいだろってことだもんな。なんとも言えないわ。準備 OK。よし。え、じゃあ、トモニータさんは多分今、職場で爆睡してんじゃねえか、今。トモニータさん。デスクで多分こうなってるよ、多分今。絶対。トモニータさんは昨日、もう夜の時点でツイッターでもう走りませんって、もう明日仕事なんで無理ですみたいなこと言ってて、だけど、なりますさんの放送で、いやいやいや、待てよ。一週間今まで、ね、仕事して、で、仕事から帰ってきてね、そのプライベート時間も削って、お金も削って、労力、時間、お金、これを一週間今まで削って、明日仕事だからと言って、諦めるんですかと。熱いパッションで熱いパッションでトモニータさんを説得して走らせるっていういや、そんな熱く言ってないんですけど、でトモニータさんまた走るっていうあの人が一番男でしたね。ああ、なんか押しちゃったわ。パネスとかでもまあいいや、そんなどうでもいいか。これが本当のいいスポーツ。マジで、もう、煽りましたね。トモニーザさんは煽りました。さすがに町田ではできない。あ、そっか、もう、ブンブンさんセットしてんのが。いや、トモニーザさん来ないかなと思ったんですけど、来ないですかね。7位ですよ、私。やっとでしょ。7位の人が、やっと出ないわけないでしょ。で、そうだ、そうだ、そうだ。あれ、どこ行ったっけ、私の。レシート、あったあったあった。これ偶然ですよ、ほんと偶然。たまたま今日ドンキホーテ行って、これたまたますからね。この777円買ったの。ペヤング2つ、ドンベブラックサンダー、なんかお菓子777円。これ狙ってないですからね。これ お会計で私結構二度見したもん、店員さん。女の店員さん、二度見しました。え、マジみたいな。これはもうやっとしかないでしょ。ちゃんと、時間も。2月17、あれ？頑張れ、頑張って、ピント合わせろ。頑張れ、ああ、ピント合った。おい、やばい。電話番号でどこだかバレる。しかも、やべえ。竹の塚店って書いてあったわ。あ、どうも、こんばんは。いや、ありがとうございます。なんとか、断ち切りました。あまりフラグ立てない方がいい。いや、マジで、収集でもいいんだけどなぁ、やっ。いや、1000円払いました。はい。ブラックモンブラン買いましょう。そうすればトスの、あれ？トスって DHC が撤退したんですよね。サイゲームズも撤退しちゃったよね、トスって。またドンベ。
いや、ペヤング食べたくてペヤング買って、どん兵衛好きなんでどん兵衛買います。あのね、今回走った理由としましては、やっぱりまあやっとさ、まあ85以上2枚確定っていうのも熱いですし、なんならやっとの方が確率高いんですよね、これ。だったら走るでしょってなるよね。マジ走った時期がマジも今回じゃなかったよな。ガンバ神戸以外、あ、サンキューさんもこれ神戸で引くよってことか。あのトモニータさんまだ仕事してるっぽいわ。わかんないけど、ちょ、トモニータさんとも一緒に引きたかったけど、ブンブンさん行こう。一緒に。ブンブンさんはイニエスタ、私はやっと引いて、どうやろう。お気に入りじゃない、ボーナスセンス金 EP でどうやろう。4000万は。え、いや、そうそう、木川さん品川、そうだ、お疲れ様です。私は木川さん、私はあの足立で待ってます。4000万ってやばくないですか。だって前回の10位が1000万とかでしょ。4回、あと3回、10位内入れるんですよ。それやばいなと思って。食らったスーパーゴール。え、これ、全部虹が流れんの？ MVP リトル、あの、次の時に引こうかなと思って。あの、11月、12月の時に。で、それで残してます。85ガチャ券結構あるよな。1、2、3、4、5、6、あ、5枚だ。で、私まだ交換してないですね、コインマーケット。これも、あるんで。うわー、木川さんまた東京来た時会いましょう。成増さんが今日用事なかったら、私ちょっと成増さんと言ってたわ。成増さんが今日、なんか、用事があったんで。それなかったら絶対あったでしょ、これ。ブンブンさんとか誘って、品川でオフ会はあった。まあ池袋でもよかったんですけど。私、ブンブンさんと週3で会ったことありますか？全部赤でした。でもガンバは虹なんじゃないかな。あ、秋夏さんお疲れ様です。秋夏さん、仕事休まないと。でも、宮沢だったら全然ワンチャンあると思いますよ、私は。宮沢、しかも今回の即戦力ガチャもお気に入りクラブだから、全部っていうかワンチャンあるんじゃないかな。赤流れてるけど引き寄されるように、あ、そうなんだ。じゃあ確定2次か。今回の死闘を見て10位内は絶対に、いや、私ももうここで宣言してください。もう絶対に10位内に入らない。もう絶対に。無理。もう絶対に入りません。今回普通のプレイメーカーで回したら予想通り G74 です。ガッキーさんは聞いてましたね、宮沢さん。ブンブンさん呼んだら秒で来てくれる。マジ笑う。ともにさん多分残業してるわ。それかディスクでひれ伏してる、疲れて。いや、マジで、だって5時ぐらいまで走ってたんですか昨日。ともにさんとか、私は昨日気失いましたけど、4時ぐらいで倉田コール中。やだやだ、倉田お姉さんに怒られちゃうけど、すまん、本当にやっとさんに頼む。 60% ぐらいあるんすよね、やっとさんの出る確率。いや、マジ頼む。いや、マジ怖えわ。フォルツァやっと、俺たちの夢のせ、フォルツァやっと。あ、そうそうそう、即戦力でお気に入りクラブ引けるから、これ結構熱いですよね。こっちのが見づらいから。携帯が変な音立てる。やば、頑張りさん抜いたのやべえな。
あ、そうですね、4回目までが一番いいのかなって感じ。いや、マジで。クラタはだって引かないでしょ、91は。お気に入りチーム、清水。いや、清水はダメでしょ。第3節終了しました。ともにさん来ないから引いちゃおっか。みんな、山脈さんはホタル。で、王ちゃんが竹内さん。なりますさん、なりますさん倉田引きました。頑張りさん、し、なりますさん清水にしてて草。頑張りさん引いたんすかね、どうなんだろう。あれ、トモニータさん神戸で引くの、え、やっとじゃないの、トモニータさん。マジさ、倉田、いやマジ倉田引いたらちょっとどう、もう立ち直れないかもしれない、私は本当に。ポポさんとかもう引いたのかな、みんな、皆さん多分ガンバリさんとナリマスさんと私以外でガンバ引くのかな。トモニーさんでも変わったよね、さっき神戸じゃなかったもんね。え、神戸だの、トモニーさん、トモニーやっとチャレンジじゃないのかな。まあ神戸で引くのがね、神戸にイニエスタチャレンジがね、まあ7位やぞ、7位、7位でやっと引けなかったらおかしいだろう。10位以内で清水で。いや、私、倉田だったら、秋夏さんに謝ります。だって、ハードタック、逆だったらやばかったよね。うん。ピンタク、ピンポイントフィードだったら、化け物だったよ、答え。トモニータさん、昨日イニエスタワンチャンって、あ、やっとじゃないんだ。ブームさん、そんな基地かよ、俺に。いや、マジ、清水で引くのはやべえって。やばいやばい。倉田引いたらあんま変わんないんで。いや、マジ頼む。下一桁が1だと死ぬ。やだ、引きたくねえ。マジ引きたくねえ。いや、ちょっと早めに引いて終わりにしよう。先月の1位、3090万点。やば、でもみんな1位になれたんじゃん。しかもそれ木川さんですよね。ヘッド倉田でも93あるんですよ。日本人でね、グレード93で結構いないっすよね。少ないっすね。ほとんどの人がさ、言ってますね。ともにいたさん DM で19時、あ、もうともにいたさん待とうぜ。ちょっとあと15分暇つぶしましょう。あ、もう私7番やっと引けた、日本代表やっと来てます、私は今日、はい、日本代表やっとで今日迎えております、よろしくお願いします。さすがに、じゃあ15分ちょっと、そう、あのね、土曜日ね、夜勤があったんですよ、私。それが今思えばラッキーだった。土曜日夜勤が、土曜日夜勤だったから今日休めたんですよ、第9で。それが本当にでかくて、最初お前土曜夜勤出ろって言われた時、私抗議したんですよ、いやちょっとみたいな。だけどいや出ろって言われて、はあしょうもなとか思って土曜夜勤出て、で第9も取れてなかったの最初。だけど昨日の夜に、いや第9くれって言ったら第9くれたから今日休めました。あの夜勤が結果的には功を奏しました。多分今日普通に仕事行ってたら私はここにいない、引退してた。アンケート25番もまだ来ない。てかユニフォームはまだ来ないんですか、に何名だっけあれ、80名、あれ来ないよね。誰か当たりました、ユニフォーム。アディショナルチャレンジ見ていいですか、自分。累計とかあんの？でさ、金曜日、電車乗ったんですけど、北千住でさ、
めちゃくちゃカップルいたわ、バレンタインデーだったから、うん、その北千住でさ乗り換えるときにさめっちゃカップルいて、なんかもう女の方がもうあ寂しいとかなんか言ってて、あーとか思って、こっちとらなあ女っ気もなくなパネスト走ってんだぞとか思いながらブチギレてたわ。無料ガチャはあのうさみんの時に聞きます。あれこれなんかないの、あプレゼントマッチやろっか、ガンバでいいかな、これ250番を引いていきます。新イベバランスタイム9に必要ですが揃ってますか、任してくださいよ、多分おるんが、いやいやそういうなんかめんどくさいの俺そんな電車乗りたくないわ。でコロナ大丈夫っすか、 J クラユーザーまだコロナ来てないっすか、テロだよなマジで、コロナコロナより怖えわ。何が出るの、え、これ どうすんのこれ、 何すればいいのこれとりあえずガンバでいいっすか、え、な、ん、ん、あ、これをやった後になんか来んのか、ちょっと待って、クエンカとか育てよ、あ、そうだそうだ、スパイクしますか、スパイク左右前後と攻撃力差スパイク履かせます、大野瀬康介、あと2つ、え、どっち履かせようかな、俺87 J クラ界界隈初のコロナ発症とか絶対なりたくないよかったわみんなまだコロナじゃなくて、同じ職場の系列がコロナのテレビで県は違うから、マジさおっかなくないですか、だってインフルエンザみたいなもんなんですか、多い方でぎでもまずどういきますか、どう、小野瀬来い、 EP 来い、 EP川崎で引いてジェジューでしょ、お、めっちゃいいじゃないですか、キラ持ってんの、あ、ジェジューってさファーストはめちゃくちゃ、ファーストってかシーズン1はキラー絶対引けてたってわけじゃないですけど、ワンチャンありましたもんね、どうもこんばんは、え、次来ない、次も行ったら熱いよ俺、あー、はいパス、やっとさん来た時をは一応だから4つ取っとけばいいのかな、うん、だからボナ戦解放したいんで、小野瀬はあと1回、いやこれ銀行ってみる、これ銀ワンチャン銀行く、ワンチ銀行こうぜ、小野瀬銀行きます、いやスパイク使うのも久しぶりだわ、こんな余らしてたんだもんマジで、ラストたださん金 EP 来いよ小野瀬、わあ強くたくましく、強くたくましく育つんです。むむ。あ、金 P 回ってない。うわ、これ銀パスだわ、これ銀パス。銀パスしか。銀パスだわ、これ。絶望だろ、銀パスは。なんということだ。あざした。銀パスってマジで、クエンカどうしよう、クエンカ、うわーこれもう一個つけたいよねこれとりあえず、いやでもクエンカにスパイク使っていいのかっていう、私のガンバじゃないクエンカに、そう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 、やっとさんとウサミにも残しておかないといけないからウサミが当てられるかちょっと分かんない、クエンカ育てよう、まだ引いてないです、ともにいたさん待ちです、じゃあガンバで引くのはなりますさんと私とガンバリさんだけですかね、3人、今月ガンバです私、今月も
宇佐美期待して、多分3位も難しい。吉江丼さんも帰ってくるらしいんで。あれ今私フォワード食わせてた、バカだ。今回のイベントで、うわっ、最後に来んなや今回のイベント銀スパどうぞ。あ、もらえるんだ、めっちゃいいじゃん。今プレゼントマッチでバモ100。え、奥井さんそれ社員って言われるじゃん。どうしよっかな、食えんか。これもう一個食べさ、つけたいよね、銀あたり。てかイレブンマッチ行かねえと。私も食えんか、育てるんご、足りっかな、これ足りそうだわ。カオスに250出した人いました。え、マジで250は社員でしょ、やば。私も行こう、いろいろやること出せしすぎてさ。トモニータさん待ちっすね。トモニータさんとブンブンさんと共に引きます。今回優しい。てか、なんかいきなり大盤振る舞い侍になったよね、運営さん。85ガチャ券もなんか配布して、で、無料ガチャ、無料11連もやって、なんかめちゃくちゃ今回ね、運営さん、やる気出してきた。プレゼントマッチいきまーす。お気に入りはさ、取っとこうよ、うさみに。これいいでしょ、これクラちゃん用、私のこれをここに限定ヤットさん入れて、これ完成ですよ。でもヤットさん結構微妙なんですよね、人減ってるから。あー結局ね、まあジェイクラはいつか終わりますよ、今年中に終わりそうっすけどね、手のひら返しよいや、カナさん明日引くんすか、それとも一週一回なんで周期ずらします。結局今は何でしたっけ、プレイメーカーじゃないですか。プレイメーカーの次に引くのか、それとも明日引くのか。このままじゃライトユーザーが、まあイベントもライトユーザーにめちゃくちゃ厳しいですもんね。よし、社員になってきます。いやー音声なー、これまあ50% か微妙すぎるな。J クラ終わったらそれはあれですよ、 J リーグ応援 YouTuber ですよ、ガンバ大阪応援 YouTuber ですよ。ちょっとこれ早送りなしで見ていいですか。うわ5バックかよ、向こう5番持ってあんの。いやでも先は長くないですよね。海星のスタジアムから中継をお届けしてまいります。キックオフは毎日チャンネル登録お願いします。さあゲームが始まりました。どんな感じで攻めんだろう。パスで繋いでいくシュート決まった。小野瀬に行けないよなマジで。まあビザとかと同じ顔しま す。まるで鉄壁チャンス、ドリブルシュート決まった。え、ピースだけとかやばくないですか。パンビジョスキル発動渋いんですよね、ハイコンなんで。このまま一気に行きたいところです。高さに強い。お、こぼれた。シュート決まった。どういうことだよね、今のこぼれ方。キックオフです。あ、バッカイさん、え、そうだ、バッカイズさんとピクシーさんこんばんは。バッカイさんって風になるさんですか。私そうなのかな。え、そう、風になるさんが誰だか分かんなかったんですよ。なんとも一方的なゲーム展開になりました。バも絶対出ることないですか。で、なんか金の方はバも確定じゃないんだ。ガチャチケで大阪のキラ出ました。え、めっちゃ熱くないですか。88あるんでしたっけ大阪さん。
一旦下げます。さあ行く行く、サイドなんかこれ早送りだと疲れますね。やめた、もうこっちの方がいいわ。金箔は場も確定。あ、ってことはここで100とか欲しいけどね。100、250とまではいかないよ、うん、それは欲張率だから100でいいわ。やっぱりバッカイドさんだったんですね。誰かなと思ってたんですよね。え、EP どんだけ稼いだこれ。うわ、これ長え長え。何この長さ。12点取ってどれぐらい稼ぐんだ。いやでもやっぱり160でしたっけ、レベルで無名ってことはないんですよ絶対。でいろんな人が違くて、じゃあバッカイさんかなと思ったんですよねやっぱり。え、20分かかんの、やめた。見ねえ。無料、あ、ここで見れんじゃん。うわ全然20万はうんち。13点取った。え、無料11年はあのうさみが来たら3月まで。来い来い来い。あ、こうじゃないか。ふい。まあまあ、これ今日明日もあるんでしょこれ。毎日あんじゃん。熱っ。イベントのマイクめっちゃいいじゃないですか。ピンタクっすよ。欲しかったんですよマイク。夜寝ちゃって4時から走りました。マジ今回やばかったっすよ本当に。時刻もねいいとこでしたね。あ、これもうそのまま入るんだ。10日間ある。え、10日間もあんの。え、100馬も以上はもらえんじゃん絶対。あっつ、お疲れ様です。まだ共にいたさん待ちです。バッカイさんどこで引いたんですか。そうっすよね、イニエスタ狙いですか。それとも手堅くやっと狙いですか。トミーさんそろそろ来るんじゃないですか。やっと狙いで当たりましたよ。トミーさんが当たったか。おめでとうございます。最低50番も、あ、そっか、5が10日だったら50番か。すげえ、ともにいた、ともにいたんだ、ごめんなさい。バッカエさんはやっと狙いだったのか。もう一回見に行く。あ、なみまさん、歌詞まで戻ってる。山脈さんはイニ、イニ狙い、ホタル。イニ狙い。ガンバ、ガンバ、ガンバ、ガンバ。4人ガンバか。うん。呼び捨てで腐った。いやー、私もやっと引きてあ、そうだ、一人、あ、トモリさん来た、お疲れ様です。今回の英雄。マジでやばい。え、体調大丈夫ですか、トモリさん。ガンバ4、神戸5、清水1。清水おかしいでしょ。というわけで行きましょう。イベント3位内は好きなプレイメーカー確定。いや、まあそれは間違いない。バッカイさんお疲れ様でした。皆さんお疲れ様でした。コミニさんもお疲れ様でした。うんこのふりして会議抜けました。いやー、マジ今回一番男だからな、トモニータさんが。トモニータさん神戸なんですね。まだ、え、それ昼間ってことじゃないの。昼間抜けたってことなんじゃないかな。よし、19時だ、引きましょう。頼む、やっとでお願いします。やっと3で神戸行きます。頑張ってください。シャドバの通知は見なかったようにしてください。なんで王ちゃん先引いちゃうかな。せっガチでしょ、おーちゃん。今も仕事中なんすね。ごめんなさい。じゃあさっさと行っちゃいますか。
昼間から10回くらいうんこしてるやばいぞあの人みたいになったでしょ職場で。え、なんか今日お腹ゆるすぎないみたいな。トモニータさん今回の今日のトモニータさんのお腹どうしたってなってますね。というわけでいきましょう。イニエスタ期待します。私はやっとさん引いてあのにっこりしてるんでよろしくお願いします。いきましょうか。 いいですか。トモニータさん、それとブンブンさん、7ですか。あのやっとじゃない、イニエスタは昼食べたくないのにうどんとヨーグルトコロナ疑惑いや絶対やばいっすよね。トイレめっちゃ行ってるやんってなりますよね。プレイメーカーの新スキル強いらしいっすよね。よし、じゃあ行きましょう。せーので、自分で激うまギャグ。じゃあ行きます。さあ行きましょう。3、はい、ほい、いいんだよな、下でいいんだよな。緊張の瞬間。え、赤しか、え、あ、これでも虹が蹴るのか。イニエスタは下カットインが出るのか。いや、頼む頼む頼む、やっとで、頼む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 。フライスルーパスはカットされにくいからね。パーフェクトスティールに、あれか、金旗ではない。うわぁ、ホタルくせぇな、これ。怖くて、いや、でも、ホタルで全然いいんじゃないの。頼む頼む、本当に頼む、本当にやっとさん頼むよ。言いますか、じゃあ。うわあ、き、ちょっと待って、一週間やと、一週間、マジで地下労働のごとく。マジで、よろしくお願いします。あ、もう引いた、ブンブンさんは。いきます、じゃあ。いや、もう本当にやだ。本当にやだ、お願いお願いお願い。いや、倉田でもね、いいんだけど。ああ。リアルカイジ、ほんとカイジの地下労働でしたよ、ほんとに。まあ、ホタルでも全然、あ、もう引いてんのか。行きます、私も行きます。お願いします、やっとさんでお願いします。運命のシュートが今。嫌ってもいいぞ。頼む。やっと88で、8でお願いします。よっしゃよかったうわ、よかった、危ねえ危なかったあ、救われたよかった本当によかった、耐えた、あー、よかった、ありがとうございました。やっとさんでよかったです。よかった、いやー、ノムさんがガチャチケで倉田引いてましたよね。ありがとうございました。いや、もうブチギレっていうかね、もう悲しくなってたと思う、うん、いやー、初めて85以上のガンバの限定引きましたね。やっとさんのスキルはあのエンジェルとチップキック、チップパス、チップキックですかね。なりまさん、すまん、はあ、よかった。いや、イニエスタは引けないでしょ。 2パーでしょ、イニエスタって。やっとが60何パーでしょ、確か。宇佐美は、いや、宇佐美でもお気に入り3枚あればいけんじゃないかな。いや、マジ高かった、嫌ってもよかったんだけどな。いやー、嬉しいわ。いや、ほんと全てを捨て、ほんとに全てを捨てましたよね。よかった、ありがとうございました。休場してきます。いやー、まあ、それでも私多分ガンバで3位以内も入れないですよ。
キャプテンにしよう。いやいや絶対無理でしょ。いやーマジ助かった。え、マイ君アビスパのキャプテンなの？すげえな。いやーマジでよかった。ノーマルに限定をトレーニングで食わせると限定に変わってきやがく。絶対騙されないぞそんな。いやーよかったわ。ともりんさんお疲れ様でした。ありがとうございました。本当にともりんさんが一番お疲れ様でした感ありますからね。あれ、え、何これ。あ、イベントデッキか。あ、そっか、銀枠だからこうなっちゃうんだ。限定イニエスタでも何人か見ましたよね、パネストで。お疲れ様でした。フュージョンします。あ、そう、仙台戦行こうかなと思ってたんですけど、どうしようかな。あー、よかった。鍵かかってんのか。フュージョンしていきます。いやーこれ KEP 来ないかな。いいんだよな、こっちでいいんだよな。うん、こっちでいいんだ。牛タン食べましょう。牛タン食べましょうっていうユーザーさんいた気がするんだよな。何度か見たわ、パネット。うわー、シーズン1やっといなくなっちゃったわ。限界を超えた。おお、でも結構いい感じで回ってないこれ。おお、レオナルドうますぎるんだよな。これ多分、こうも超えてくれ、頼む。いやー、超えねえかー。これパワープラス？まあ、こっちでいいわな。いやーこれ EP 盛りしたいけどな。あー、どうしよっか。銀スパイク使うか。強くなる強くなる。まあ4つスパイクは使いましょう。まあ今年誰取るんだろうね。うわー、銀パスだわ。なんということだ。これどうなんだろうね、パススキル強化って。いや、よかったわ、引けて。一回、銅挟もう。怖いから。一個銅挟みます。そう、一個でもいいんすよ。一個ついてくれよ、EP。あ、これ、ワンチャン、銅 EP あるな。おー、プラス。あ、プラスでいいじゃん。どうか、でも。でもどうか。これパススキルとパワーどっちがいいですか、これ。そう、実質銀だから頑張れ出ちゃえば。いや、まあほイニエスタって 2% なんでしょ、お気に入りで聞いても。50ではないよね、お気に入りクラブで。
98の2っていう、あれトモリードさんが言ってたんでしたっけ。え、これどっちがいいですか、パス、パスかパワー、これどっちですか。パス A。 B スキルがチップキックなんですよ。チップパスだったわ。鬼滅は見てないです。あのなんかなんだろう、ひねくれた性格だから流行ってるものとか見ないんですよ。めちゃくちゃ流行ってるっていうのは知ってますけど見てない。豪徳神戸で引いたんですか、お気に入り。まあ A パス、あでも A パスがいいんじゃないの、豪徳って。え、これどっちがいいんですか、これ B でいいっすか。パワーも熱いんだけどな。どうもこんばんは。もう一個、まあどうせもう一個 EP つけよっか、こっちでいいや。そう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 、そう、王ちゃんの言う通り。どの道 EP つけるから、どちらでもいいよ。あ、これ銀 EP あるぞ、これ。銀来い、銀 EP 来い。銀プラス来い、銀プラス。頼む頼む、やっと。フォルツァやっと。俺たちの夢のせ。フォルツァやっと。ノーマル豪徳しか持ってないからもういい。あーそっか。来い来い、頼む頼む。なんでだよー、なんでだよー。ラスト銀でいい、銀で。お気に入りプレイメーカーでもニエスタ 1.45。 え、 1.45 なんすか、やば。もう一丁銀いきます、頼む。銀プラス来い、銀プラス、銀プラスでいいぞ、やっと。おお、まあこれからどんどん出てきますよこれは、うん。あー、銀プラスある。何気にホタル初ゲットだから使えるけど、私ホタル3枚ぐらいありますね。ホタルワンチャン引けてもよかったんだけどな。これ頼む、銀 EP、 スタミナとかやめろ。銀 EP で頼む、銀 EP、 銀 EP でいいぞ、やっと頼むぞ。銀 EP、 銀 EP、 やっと、やっと3、やっと3。いやープラスじゃないか、でも、でもいいでしょう。プラスだったら熱かったんだけどな。おお、4つ。これはやばいでしょう。ありがとうございます。まあまあまあ、ちょうどよくね、あのボナ戦後も行ったんでいいでしょう。で、どうだよ、ヤツさんこんな下なのか、88って。1.3×1.2×1.3×1.6 っすね。頑張れ、出ればね。これだとどう、でもあれか、そんなに金 EP3 つと変わんないのかな。3.24。あー、金 EP3 つには劣るわ、うん、金 EP には劣りますね。あ、どうも、ふつ最初のネタお疲れ様です、ありがとうございました。本当に良かったです、やつさん系で。
チップパスってどんな感じか、なんか浮かすんでしょ、結構発動すんのかな。ちょっとひよって銀2つにしちゃったわ。強化完了。あ、そっか、入れ間もやれば。そう、入れ間やる人めっちゃ増えたんですよ、これで。東口、小野瀬、クエンカ、やっとプラスですね。イニエスタ 1.45 はその確率見てイニエスタ 1.45 になると思うんですよね。全体の確率見て。評価完了。え、徳島で引いたんですか、山脈さん。おお、ここプラスにしたいですけどね。高評価とか私にはあんまり、なんて言うんだろう、高評価ってだってさ、お金もらえる人が高評価押されればって感じじゃない。え、これワンチャンない、これワンチャン。これ小野瀬がちょっと厳しいか、食えんかもな、ちょっと厳しいよな。どうもお疲れ様です、よかったです、聞けて。私なら銀全部つぎ込みます。いやー、ちょっとうさみも来るんで、ちょっとひよるんすよね、これ。あー、ノーマルイバオさんだったんだ。そうそう、倉田がこれだから。これ結構、これ EP 稼げるの、この433って。これとこれよ。どうなんだろう、 EP 稼げんのかな、これ。松本さんもうちょい頑張ってほしいよな。うん、無料は引いたんすか、木川さん。無料11連は宇佐美来てから引きます。新部屋85まで、うん、走ろうかな。いや、でもとにかくもう寝て寝て。やっとさんの適性はボランチとセンターミッドだけです。で、あのトップ下が薄い感じですね。なんで使いづらいっすよ、正直。これからバンバン金 EP がボナ戦のカード出てくると思います。これも銀にしたいっすよね。でも欲を言ったらね、ちょっと無駄死にしちゃうんで、スパイクが。って考えると、うん。そう、トップ下ついてれば熱いんですけどね。成増さんは貫突してトップ下で使うって言ってましたね。これでワンチャンねえかな。これでも多分、ガンバで、多分3位には入れない。吉江丼さんと神谷先生と頑張りさんがいるから。いや、もうね、寝たい。銀スパールナ行けばよくない。いやー、なんかさ、空打ち、無駄打ちに終わるのがなんか嫌なんですよね、私。銀スパが、成増さんこれから当てられるでしょう、多分。なんか空打ちしたくないんですよね。結局これ銀 EP 来ないと EP 以外は、まあ、クエンカにとりあえず食べさせます。結局これうさみにしたいんですよね、ここは。まあでもクエンカこれなら行くべきか。いや、小野瀬がちょっと微妙だよな、これだったら。個人的に J よりクソクソクラちゃんって感じなんですよね。一回出ると連続すると個人的にはちょっと弱いんだよ。
小野瀬がちょっと微妙っすよね、これ。まあ、30の20。3つ欲しいっすよね。クエンカにスパイク使うか。銅でいいんだよな、銅で。銅でいい、ここはぶっちゃけ。これ、外人枠大丈夫か？余裕やでした。全然余裕だったわ、外人枠。何気に J1 代表、まあ場所を見極めればいけそうっちゃいけそうっすけどね。ガンバじゃ出れない。水戸で行ってもいいんすけど、水戸でもなんかもう、てか今回水戸多いんじゃないかな。マイ君限定いるし、小栗さんフュージョンさせる？ 3 枚ぐらいなかったっけ。3枚ある。フェルマーレン育てたいんですよ。8時までやろう。8時からは私、久々にイレブンマッチ行くわ。なんか、2ヶ月ぐらいイレブンマッチやってないわ、私。4日はなぁ、うん。まあ、フェルマーレンいればいいよねって感じ。小野瀬にスパイク使いたいですけどね。まあ宇佐美に取っとくのかどうかって感じ。でも宇佐美はぶっちゃけあるんですよね、カードが。宇佐美のカードがって考えると、6枚あるのか。で、あ、5枚だわ。5枚あってグローリーもあるから、まあ別にスパイクがなくても、ボナ戦は解放できるのが宇佐美ですね。まあいけるかわかんないですけどね。どうしようかな。やっぱ右左がちょっと。だったら、高木くんの方がいいのかな。高木くんの方が多分、いいんだろうな。小野瀬、数少ない日本人右ウィングだから EP じゃない方が良さげ。あー、そっか。だったら多分高木さん使った方がいいんだろうな。トゥーリオトゥーリオの方がいいですからね、ファンフィジョより。いや、トゥーリーはマジ格下じゃないと、本当に稼がない。まあ、いっか、これで。よし。もう疲れた。ミサンガどうしよっかな。2ヶ月分余ってんすよね。結構ミサンガ余ってるんで。まあ、ガンバ勢に食べさせようかな。小野瀬のクロスあればトゥーリオのヘッドいけ。でも持ってないんですよ、トゥーリオヘッド。インターセプトだからな。たまに発動するんですけどね、インターセプト。うわっ、今やっとにスパイク使うが結構迷ってます、ね、ホタル3枚か。なんでこいつだけ真ん中なんだ、この意味がわからない。あー、よかった。やべえ、銀スパイク3つになっちゃった。クエンカをEP 用にしていいのかっていう、果たして。1個使ってみよう。1個使うとね、止まらないんですよね。
わあ、どうの EP が回ってないともう終わり。やりましたー。はい。まあですよね。パワーかスタミナ。パワーでしょ。外人枠余裕っすね。余裕です。ファンウィジョクエンカアデミューソンレオ余裕でしたね。余裕でもないか、ギリギリか。 J2 で出るの、まあ頑張れ出るんですけど、ホタルシーズン2の方が、うん、こっちの方がいいんじゃないかな。はい、シーズン2の方が私的にはいいと思う。まあ欲を言えば今回の限定です。室屋さんもな、フェルマーレン育ててゲンタを右にしたいんですよ。どれぐらい下がるの。3000か、やばい。ああ、よかった。クエンカに1個欲しいな。これ小野瀬よりやっぱ大輔の方がいいのかな。大輔の方が稼ぐか。全部青ユニでしたね。ちょっと待って、電卓どれだ。これか。1.3×1.1×1.5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 ×
あ、小野瀬の方が出るんだ。 1.5 の 1.2。 ホームで鉢巻きしてもうそっち違和感なんだ。パーフェクトスティール全然発動しないんですけど、どこのポジが一番発動しやすい？それはどういう発動しないなんですか？その発動してるけど空振ってんのか、それともそもそも発動しないのか。あの空振りは多いですね、パーフェクトスティールの。発動してもスルーしちゃうっていうのはよくあるんです。いや、小野瀬にしようか。スナイパークロス持ちだし、小野瀬にしよう。よし、終わりにしましょう。もう、やっと3引けたのがピークです。5万4000って低いっすよね。ありがとうございました。疲れました。イベントは、まあ、ぼちぼち回します。空振りどころか発動率だ。でもまあ、ボランチ、センターバックだったら、まあ、発動しなくはないですけど。いや、ありがとうございます、キーガーさん。本当に、よかったです。マジで、よかったです。フェルマーレン育てようかな。キャナも育てたいな。まあ育てたい選手も結構いますけど、とりあえずもう疲れました私は。ありがとうございました。いや、今回マジみんな走りましたよね。やばかったっす。でも、木川さん、特攻800ぐらいあったんじゃないですか。余裕、まあ余裕、800でも辛いっちゃ辛いんですよね。これ、小栗さん、売るか、とつるか、小栗さん。ワンチャン EP つけば、
ワンチャンあるしな。オグリさんフュージョンタイムじゃん。あ、やべえ。資金がねえ。こんなに、ほんと、今回な、走りすぎ。いや、もう、ヤトさん全然まだチャンスあるんじゃないですか。強くなる、強くなる。お、キーP リード。おおおお。やってくれました。B か。まあヘッドは。ホタルの光。パンパン。えでもさ、ほぼホタルだよね。寝てください文武さん。12位と13位の間が空きすぎてて、そうなんですよ。12位がシューマルさんだったんですよね。強くなる強くなる。で13位が赤ウサギさんだったんですね、確か。で、めちゃくちゃ空いてたんですよね。お、なんかやる気出してんな。いや、マジか。ダメだったか。行かない方が良かった説もあるんだ。まあでも、大人さん、札幌で会いましょう。一緒に走れたら自国でしたけどね。プレイメーカーは来週の27枚ですね。13位で一戦、だからもう差がやばかったんですよね。うわー、これフュージョンさせなきゃよかったって思っちゃうんですよね、こうなると。ホタルの光はそうですね、私もタイツさんを思い浮かびますね。札幌はちょっとわかんない。このイベント走ってなかったらいけてた、間違いない。お疲れ様です。いやマジ入れまいこ特攻715で結構木川さん今回あれですね、抜いて走ってましたね。木川さんとシューマルさん来てたらやばかった。12位で2200万でしょ。差がやばいっすよね。13位1100万、12位2200万、11位3400万。やばいでしょ。1000万差っすよ、その間。11、12、13。それもなかなか珍しいっすね。談合できちゃった。できた談合。そこまで行った。食えんかな、どうしようかな。まあいっか。センターミッドは稼いでくれるでしょう。というわけでお疲れ様でした。あ、そうそう、 やっと引いたから。シューマルさんもめちゃくちゃ特攻高いんじゃないかなと思ってビクビクしてたんですよね。シューマルさんと木川さんの仙台2トップが来たらもうやばいなとビクビクしてたんですけど、いやー辛かった。というわけで終わりにします。ありがとうございました。またいつかお会いしましょう。日産スタジアムでお会いしましょう。ありがとうございました。あ、やべえ、録画切ってたわ、どうせ編集しないからいいや。お疲れ様でした。ありがとうございました。